どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、先日ですね、羽田空港と成田空港の ANA ラウンジがですね、プライオリティパス、ラウンジキーでね、利用することができるようになったということで、今回の動画ではですね、このプライオリティパスとラウンジキーについてですね、解説リクエストいただきましたので、解説動画ねやっていきたいというふうに思います。今回の動画ですね、このプライオリティパスとラウンジキーのね解説と、付帯するねクレジットカードについてですね、解説していきたいなというふうに思っております。でですね、前回の動画でもね言わせていただいたわけなんですけども、まあこの ANA ラウンジがですね、羽田と成田ね利用することができるようになったわけなんですけども、あくまでね、試験導入みたいな感じのようで、今はね国際線ねほとんど利用することできないですよね。でこの世の中の状況が収まった後にですね、正直利用できるかどうかっていうのはその時にならないとですね、わからない部分ではありますので、この点ね注意していただきたいなというふうに思っております。またですね、プライオリティパスのね公式サイトにも記載がある通りなんですけども、混雑時にはですねお断りするということですので、普段でもですね ANA ラウンジってめちゃくちゃ混んでるんで、普通にね国際線飛ぶようになってですね、この ANA ラウンジが混雑してないっていうのもですね、あんまり想像できない部分でもあるんですよね。まあこのね2つについてはですね、覚えておいていただきたいなというふうに思っております。それではね解説ね入っていきたいなというふうに思うわけなんですけども、プライオリティパスラウンジキーっていうのはですね、サービス自体は空港のねラウンジサービスっていう風になっておりまして、プライオリティパスラウンジキーがね提携している空港ラウンジがですね利用することができるっていった形になります。でですね、このプライオリティパスラウンジキーでね入れるラウンジっていうのは、一般的なゴールドカードで入れるねラウンジとは異なっておりまして、もちろんねラウンジにもよるわけなんですけども、ソフトドリンク、アルコール、軽食、シャワーはね利用することができるっていった形になっております。このね2つのラウンジサービスはですね、入室条件さえ満たせばですね、搭乗券さえあればですね利用することができるっていった形になっておりますんで、 LCC を利用するとき、またですね利用する航空会社の上級会員のねステータスを保有してないときにはですね、かなりね重宝するのではないのかなというふうに思っております。そんなねプライオリティパスラウンジキーなんですけども、プライオリティパスはですね、特にねクレジットカードに付帯させなくてもですね利用することができるっていった形になるわけなんですけども、かなり高額です。ですので基本的にはですね、クレジットカードにね付帯するサービスとしてね利用していただきたいなっていうふうに思います。でラウンジキーに関してなんですけども、ラウンジキーはそのままね入会することができないっていった形になっておりまして、クレジットカードに付帯するねサービスっていうふうになっております。でですね、プライオリティパスについてなんですけども、世界1300箇所にねラウンジがあるっていうふうになっておりまして、空港のラウンジサービスとしてはですね、多分ナンバーワンなのではないのかなというふうに思っております。まだね保有されてない方でもですね、公式サイトでねラウンジ検索ねすることもできるっていった形になりますんで、ちょっと今はね海外旅行行くことができないわけなんですけども、海外旅行に行くってなった時にですね、行き先の空港ラウンジをね検索するのも結構ね楽しいのかなっていうふうに思います。でプライオリティパスのね通常料金はこんな感じになっておりまして、スタンダード料金が$99プラス、こちらラウンジ利用料金が別途$32ねかかるっていった形になっておりまして、でスタンダードプラスになるとですね、年間$299ということで、無料でね10回利用することができます。でプレステージ会員になるとですね、年間$429ということで、こちらになるとですね、年間何回でもね利用することができるっていった形になります。かなり高いですよね。このスタンダード会員ね$99、都度料金$32ということで、まあこの時点でねもう高いですよね。まあプレステージ会員に至ってはですね、$429ということで、1ドル100円だったとしてもですね、42,900円するんですよね。かなり激高ですよね。まあちょっと後で解説しますけども、これがね付帯しているクレジットカードをね利用するっていった形になります。それでは次にプライオリティパスのね使い方に関してなんですけども、プライオリティパスはですね、スマートフォンアプリがあって、またはですね実物のカードもねあるっていった形になっておりまして、スマートフォンアプリであればですね、電子会員証みたいな感じで会員証を出して、あとね搭乗券を一緒に出せばですね利用することもできるっていった形になります。もちろんね実物のカードでもですね、一緒に搭乗券出せばですね空港ラウンジね利用することができるっていった形になります。このね電子会員証はですね、実物のねカード持ってかなくても利用することがねできるので、かなり便利だなっていうふうに思うんですけども、まあ
これもね、利用できる利用できないね、付帯するクレジットカード会社によってね変わるっていう風になりますんで、まあ結局ね、実物のカードはですね持ってった方が、まあ、安全なのではないのかなっていう風に思っております。それでは次にラウンジキーですね。ラウンジキーは世界1100カ所ある空港ラウンジサービスっていう風になっておりまして、先ほども言いましたけども、ラウンジキーに関してはですね、普通に入会することがねできないっていった形になっておりまして、クレジットカードにですね付帯するサービスっていう風になっております。でですね、私もねラウンジキー利用したことないんですよね。まあ、というのもプライオリティパスの方がですね、対象のね空港ラウンジがね多いっていう風になりますんで、まあわざわざですねラウンジキーをね発行するっていうのはですね、あんまりね思ったことがないかなっていうふうに思っております。でサービス内容に関してはですね、プライオリティパスもラウンジキーもですね特にね変わりがないっていった形になっておりまして、利用方法なんですけども、プライオリティパスと違ってラウンジキーはですね、ラウンジキーカードみたいなそういうものはねないっていった形になるんですよね。クレジットカードにね付帯しているサービスっていうふうになりますんで、空港ラウンジね利用する際も搭乗券と対象のクレジットカードをですね一緒に差し出して利用するっていった感じになるんですよね。まあプライオリティパスとラウンジキーのね大きな違いはねここかなっていうふうに思っております。まあね、クレジットカードをね出せば利用できるっていう点ではですね利用しやすいかなっていうふうに思っております。プライオリティパスの場合はですね、対象のクレジットカードはですねなくてもねいいのかなっていうふうに思うんですけども、プライオリティパスのねカードは、まあ、持ってないとですね、もし電子アプリでね利用できないってなった時にですね、プライオリティパスカードはですねあった方がねいいのかなっていうふうに思いますので、まあ、持ち物が減るっていう意味ではですね、ラウンジキーのねクレジットカードだけで入れるっていうのはですねいいのかなっていうふうに思っております。まあ結局ね、プライオリティパスの方はプライオリティパスカードをね持っていくっていった形になりまして、ラウンジキーはですねその付帯するクレジットカードをね持っていくっていった形になります。まあそのラウンジキー付帯のねクレジットカードが、まあ、メインカードでなければですね余計に1枚持っていくことになりますんで、まあ結果一緒かなっていうふうに思うんですけども、もしねメインカードであればですね1枚ね持ってくカードがね減るっていった形になりますんで、まあこの点はねいいかなっていうふうに思います。そんな感じのラウンジキーなんですけども、先ほども言いました通りプライオリティパスよりですね利用できる空港が日本国内でもね少ないっていった形になってるんですよね。でですね、こちらがプライオリティパスとラウンジキーの日本国内でね使える空港一覧になってるわけなんですけども、まあ見ていただければね分かる通りなんですけども、プライオリティパスの方がですね利用できる空港がね多いっていった形になっております。やはりこの空港ラウンジサービスっていうのは LCC とかね上級会員のね資格が使えない時にですね活躍するかなっていうふうに思いますので、日本国内でね利用できるところはねちょっと少ないっていうのはですねちょっと残念かなっていうふうに思っております。それでは次にですね、この2つのね空港ラウンジサービスが付帯しているクレジットカードですね解説していきたいなっていうふうに思うんですけども、まずねプライオリティパスからね解説していきたいなっていうふうに思います。でプライオリティパスがね付帯するクレジットカードっていうのはすごいたくさんあるんですよね。ですのでもしねこれから保有されたいっていう時にはですね、ご自身でねもしゴールドカード、プラチナカードとか結構年会費がね高いクレジットカードね保有されているのであればですね、付帯しているかどうかだけはですねぜひね確認していただきたいなっていうふうに思っております。それはねおすすめのクレジットカードなんですけども、2021年4月現在ですねおすすめなのはセゾンアメックスプラチナビジネスクレジットカードですね。まあ一般的にはですね楽天プレミアムカードねおすすめされているわけなんですけども、2021年4月現在はですねこのセゾンアメックスプラチナビジネスクレジットカードはですね、もともと年会費ね2万円するクレジットカードなんですけども、今ね新規入会キャンペーンが5月6日までだったと思うんですけど行われてるんですよね。で初年度年会費無料でねこちら保有することができるんですよね。で初年度年会費無料で発行できて、またねプライオリティパスもプレステージ会員ということで年間何回使ってもですね追加費用はねかからないクレジットカードっていう風になってるんですよね。でまたですねセゾンアメックスプラチナビジネスクレジットカードは今ね初年度年会費無料で1年間維持できますよね。でその1年間にですね年間200万円の決済をすれば翌年ね1万円に年会費下がるっていうねサービスが
あるんですよね。ですのでずっとね年間200万円ね利用できる方であればですね、年会費1万円で維持することができるっていう形になっておりますんで、かなりねおすすめっていう形になります。またねセゾンアメックスプラチナビジネスカードっていうのは JAL マイルのねメインカードにもなりまして、最大還元率は 1.375% ということで、 JAL マイルを貯めるねメインカードにもなり得るっていう感じなんですよね。またねプラチナカードということでコンシェルジュとかもですねセゾンとかね利用することができるっていった形になりますんで、個人的にはですねセゾンアメックスプラチナビジネスかなりいいのではないのかなっていうふうに思います。この初年度年会費無料のねキャンペーンについては2021年5月6日までっていう風になりますんで、もしね発行しておきたいっていう方はですね概要欄にね公式サイト載せておきますので、早めにね決断していただければなという風に思っております。またねセゾンアメックスプラチナビジネスのね詳しい特典ね知りたいっていう方はですね、別にね動画出しておりますので、そちらもね見ていただきたいなという風に思っております。それでは次にですね、セゾンアメックスプラチナビジネスカードはですね、本会員の方はね入手することができるんですけども、家族カード、まあ追加カードっていった形になるんですけども、こちらはね利用することができないんですよね。ですのでご夫婦でね利用されたいっていう方はですね、 MUFG カード、プラチナアメリカンエクスプレスクレジットカードね、こちらがおすすめっていった形になります。こちらは年会費ね2万円っていう風になっているわけなんですけども、家族カードね年会費1枚までは無料っていった形になっておりまして、プライオリティパスもですね無料で加入することができます。またね手荷物宅配であったりコンシェルジュとかもね利用することができるっていった形になりますんで、もしねご夫婦とかで利用されたいっていう方はですね、こちらがねおすすめっていった形になります。もしねこの MUFG カード、プラチナアメリカンエクスプレスクレジットカードですね発行されたいっていう方はですね、今現在はですねちょっと国際線ね利用することができないっていった形になりますんで、今はね発行する方ねいらっしゃらないかなっていうふうに思うんですけども、このクレジットカードはですね結構ねポイントサイトに案件があるっていった形になりますので、もしね発行される方はですね、まあそんなにね案件自体は高くなくて、その時になってみないとですねいくらになってるか分かんないんですけども、年間を通してね結構見るクレジットカードっていう風になりますので、ポイントサイト経由でね発行してポイントがねある程度もらえるのであれば、まあ初年度のね年会費の割引にもね考え方によってはなるっていった形になりますので、ぜひね経由して発行していただきたいなという風に思っております。それでは次にラウンジキーなんですけども、おすすめなのはミライノデビットプラチナカードですね。年会費こちらね1万円のデビットカードっていう風になっておりまして、こちらねデビットカードということで審査落ちのね心配がないっていった形になるんですよね。でラウンジキーに関してはですね、年間ね3回まで無料でね利用することができるっていった形になっております。まあデビットカードでプラチナカードで年会費1万円、まあ高いって思われる方ね多いかなっていうふうに思うわけなんですけども、このミライノデビットプラチナカードっていうのはですね結構付帯特典がすごくてですね、レストランで2名分のコースをね予約すると1名無料になるね招待日和っていうのも付帯しておりますし、手荷物宅配サービスもですね充実しておりまして、海外旅行に行く際なんですけども往復2個ね無料で配送することできるんですよね。これね本当にすごい特典っていうふうになっておりまして、これ匹敵するのはですねアメリカンエクスプレスのプラチナカードにね匹敵する特典なんですよね。これ以外にも特典ねすごいたくさんあるっていった形になっておりますんで、またねスマートフォンの保証サービスとかもねあるっていった形になっておりますんで、ちょっと前にはなるわけなんですけども、別途ね解説動画出させていただいておりますので、そちらね参考にしていただきたいなというふうに思っております。それでは次にですね、ラウンジキーを家族でね利用したい場合ですね、ラウンジキーの場合はですねクレジットカードと搭乗券を見せてね入室する感じになるわけなんですけども、家族カードもですね本会員と同様に無料でね利用することができるっていった形になってるんですよね。まあこれをね考慮するとですね、おすすめなのはオリコカードザプラチナカードですね。こちら年会費ね 18,519円ということで、こちら年間ね6回までラウンジキーがね利用することができるっていった形になってるんですよね。家族カードもですね3枚まで無料で発行することができてですね、この3枚の家族カードに関してもですねラウンジキーがですね追加費用なしでね利用することができるっていった形になってるんですよね。まあ、年会費はね 18,519円ということで、結構ね高額なクレジットカードっていう
ていうふうにはなるわけなんですけども、海外旅行ね行けるようになった時にですね、もしね家族で利用されたい方はですね、こちらがねおすすめっていった形になっております。いかがだったでしょうか。今回ですねプライオリティパスとラウンジキーの解説ねさせていただいたわけなんですけども、まあ基本的にはですね、私はラウンジキーとプライオリティパスねあれば間違いなくねプライオリティパスの方がねおすすめっていった形になります。利用できるね空港ラウンジがプライオリティパスの方がね多いっていった形になりますんで、まあこの点がねやはり大きな理由かなっていうふうに思っております。まあどちらのね空港ラウンジサービスに関してもやはり年会費がね1万円ぐらいねかかるクレジットカードに付帯するサービスっていうふうになりますんで、まあそうなってくるとですねラウンジキーを選択するっていうのはですね、まあなかなかないかなっていうふうに思います。まあ一つね唯一言えるとしたら、未来のデビットプラチナカードはですねデビットカードっていう風になりますんで、社会人の方でないと発行できないみたいな、そういうハードルもねないっていった形になりますんで、まあ学生の方はねクレジットカード作れないとかね、まあ今はほとんど作れると思うんですけども、まあそういうね別の事情がある場合はですね、未来のデビットプラチナカードはですね審査もなく発行できてラウンジもね利用することができますので、おすすめかなっていう風に思っております。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。